本日はご来場くださいまして誠にありがとうございます。ただいまより劇団武蔵野座第54回公演江戸村劇団原作広い出発と脚本を認識によります遠山の金さんを上演いたします。開演に先立ちましてお客様にお願い申し上げます。上演中のフラッシュ撮影はおやめになります。携帯電話は電源をお切りください。また演出上の効果のため非常口の誘導灯は消灯いたしますが非常時には点灯いたしますのでご安心ください。上演時間はおよそ45分です。まもなく開演いたします。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。この芝居小屋にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。足はですね5分前だということをお伝えしにやってまいりました。5分前ですので万が一あまだ川屋に行くのを忘れてたという方はですね今のうちにここまっすぐ行ったところ川屋男女別にございますのでどうぞ今のうちに行ってください。足が離してつなげておきますので。あそういえばですねこんな話があるんですよ。海の向こうのですね遠い米国っちゅうところでね選挙やってるそうなんですよ。選挙そこでね赤組と青組に分かれて赤勝て青勝て赤勝て青勝てってやってるらしいんですね。でそれがどうも今年は郵送で選挙するなんつってそれが不正かもしれないっつって騒いでんですね。あっし今日朝瓦版で見たんですよ。青組のチーム勝利確実っつってねで青組の親分が勝利演説なんていうのをしてるらしいんですよ。もうそしたらですね青組チームきっとバンザーイってなってると思うんですよ。バンザーイバンザーイムーレームールーバイゼンバイゼンって感じになってるかなって思うんですね。あここ笑うとこですよもう大きい声で笑っていただいて結構でございます。あお客様にですねお知らせしたいことがございます。まずはですね今みたいにこの演劇の中にですね笑かしどころっちゅう面白いポイントがございます。その時はアハハハハと笑っていただいて結構でございます。そうすると役者もですねポッと心があったかくなるんですね。あ恥ずかしいなって方はもうパン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 拍手いただいてチン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 とかもう遠慮しないでパン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 と拍手いただけるともうこれ幸いでございます。今はですねマスクでエチケット咳エチケットなんて言われてね今日もちょっとディスタンスを空けてるんですけれど大丈夫マスクしてます。検温も最初に測っていただきましたで真正面向いて大きな声ではハッハッと言っていただいて結構でございます。ああとあと忘れちゃいけねえんだ重要なお知らせがあります。こちらお願いですね。当劇団はですね写真撮影ビデオ撮影が一切 OK でございます。もうじゃんじゃん撮っていただいてカシャカシャって聞こえたらピッて役者の方が止まるかもしれませんのでねもうどんどん撮っていただいて結構でございます。先ほどアナウンスの中に携帯電話は電源をお切りくださいと言ってましたけれども今時ですね携帯電話横ポチってやるとマナーモードっていうのがあるんですよ。マナーモードにしていただければ結構ですのでもうじゃんじゃんバリバリじゃんじゃんバリバリ撮っちゃってください。あそろそろですね後ろの音も聞こえなくなりましたので足ももうちょっと色男に仕上げてまいりたいと思います。じゃあ本日はどうもお楽しみください。ありがとうございます。劇団武蔵野座という武蔵村山市でかれこれ45年間活動しているアマチュア劇団すなわち素人劇団でございます。
本日はここにお集まりいただきました皆さんに遠山の金さんのお芝居をご覧いただきたいとやってまいりました。45分ほどのお芝居です。どうか最後までお付き合いいただければこれ幸いです。私たちがどうして顔にこんなお面をつけているのか、きっと不思議に思われる方もいるかもしれませんが、実は最近江戸の町にまことに奇妙な風が流行っていまして、お上のお達しで当面の間は猫も杓子も誰もがこのお面をつけなくてはならなくなったのです。その名もマウスシールド。違う違う、そんな言葉が江戸時代にあるわけないでしょ。もっと優雅にかおまもり。多少セリフが聞き取りづらい時もあるかもしれませんが、どうか温かい心でご容赦を。それでは早速ではございますが、これから始まるお芝居の簡単なあらすじを皆様にご紹介したいと思います。さてさて、ここは江戸の町。こうして着物を着た人たちが町をにぎやかに歩いております。いつの時代も人々の興味は占い事、運命の人は誰なのか、お金持ちになるためにはどうすればいいのか、今日のラッキーカラーは何色なのか。ここにおられますこの人は占い師の浦部朴仙という人です。そしてこの人たちは朴仙の弟子トラと福でございます。この人は、まあいいや、おいお話に出てきます。さて近頃江戸の町ではこの浦部朴仙の占いが評判を呼んでおります。その占いはとにかくよく当たる。中には面と向かってインチキじゃないかと疑う方もおりましたが、その者たちはどういうわけか行方知らずになったり不慮の死を遂げたりしておりまして、世間では罰が当たったんじゃないかと噂されております。おかげで朴仙の占い業はますます商売繁盛となりますが、その噂を聞きつけた二町奉行遠山左衛門の丞様が放っておくわけがございません。さていかが相なりますことやら、最後までごゆっくりご覧くださいませ。おい、はい、あいつらも完全に拙者のことを無視しやがって、挨拶ぐらいしろって言うんだ。大体な、旦那様旦那様、まあまあ、旦那様旦那様、まあまあ、黙れ。なんだと。トラさん、福さん、まあこれはこれは平野様、大変失礼をいたしました。お詫びに一つ占って差し上げましょう。いらん、わしは土台占いなんてものは信じない主義なんだ。おや、財布をなくすという層が出ておりますぞ。何、財布だと。はい。財布ならちゃんとここに。ない、ない、財布はない。どうした。おや、どうした。なくした財布は牛虎の方角、神社の境内にあると出ておりますね。何、牛虎の方角。はい。よし、わかった。いや、だからわしは占いなどというものは信じないと言ってるだろう。財布ぐらい自分で探すぞ。わしは占いなんか信じないんだよ。信じないからな。旦那、信じないぞ。旦那、ちょっと旦那、財布ってこれのことかな。ああいう人間こそ後で占いのことが気になり出すものよ。トラさん、福さん、hey. 先回りしてその財布
神社の境内に落としておきなさい。はい。これでまたカモが増えますね。ね。商売繁盛、商売繁盛。いやあら、平野さん。おお、竹、どうした？慌てて、どうしました？いやいや、別にな。あ、ちょっとこう、下々をな、見回りにな。見回り、いや、じゃあな。見回り、ちょっとちょっと、本当にもう忙しい人ね。うらやましいわね、私なんか。出番少ないからな。もっと出たいな、もっと出たいな。今日も僕千先生のところに占ってもらいに行こう。ずるいよ、俺も行くよ。ダメよ、私が先なんだから。だってこの間も先だったじゃねえかよ。だって私の方が僕千先生にたくさんお金払ってるのよ。俺なんてこの間ボクセン先生のありがたい壺を買ったばっかりなんだぜ。え、壺？何それ、大変、私も買わなきゃ。ちょっと家に戻ってお金取ってくる。おいおい、ちょっと待ちなよ、ずるいぞ、人の前なんかして。待ってよ。おばあちゃん、おばあちゃん、ダメだって、やめときなって。もう大丈夫だって、心配いらないわよ。やってもよ。おい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 、どうしたんだい、二人とも。あら、金さん。一体どうしたって言うんだい。聞いてくれよ、おばちゃん。例の占い師にすっかり騙されちまってよ。騙されてなんかないわよ。占い師って、あの評判の。そうなんだよ。こないだもたっけー壺買わされて、次は招き猫だってよ。それで払う金が足りねえから、着物を質屋に売りに持ってくってんだよ。おまっちゃん、ステイホーム。だって、ボクセン先生の占い、本当によく当たるのよ。私の年や名前もぴったりと当てたし、私がまだ独り身だってこともね。そんなことよ、近所に聞きゃ誰だって知ってるじゃねえかよ。それによ、お嫁に行ったら眉毛取って、お歯からクーッとつけるから、一目瞭然じゃねえかよ。とにかく私のことはもうほっといてちょうだい。おい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 、二人とも待て。おまっちゃんは一体何をそんなに占ってもらいてんだい。分かりきってるわ、この先のことよ。先のこと？私の運命の人は誰なのか、お金持ちになるにはどうしたらいいのか。どうしたおまっちゃん。何を身につけたら幸運が舞い込んでくるのか。ちゃんと言えたな。気持ちは分からねえでもねえが、先が分からねえから面白いってことがあるんじゃねえのかい。何もかも全部分かっちまったらつまらねえだろ。いいこと言うね。おまっちゃん、金さんの言う通りだよ。それによ、おまっちゃんの運命の相手っていうのは俺のことかもしれないしな。それはない。いやな。分かった分かった。まあとにかくそんなに当たるっていうならよ、俺も一つ占ってもらおうかな。おまっちゃん、その占い師のところまで案内してくれよ。本当？いいわよ、ちょっと遠いけど一緒に行きましょう。よし。金さん。大丈夫だよ、俺に考えがあるんだ。あ、そうだ、歩きっていうのもなんだからね、おまっちゃんだけでも乗せてってくれよ。うん。どうせ暇なんだろ。いや、今日はダメなんだ。なんだよ、かご屋のくせに乗車拒否か。いや、タクシーじゃねえし。ちげえよ、相方が今日は腹が痛ってんだよ。俺一人しかいねえんだ。ほら、かごは一人じゃ担げねえだろ。だからダメなんだ。なんだ、水くせえな。そんなことなら早く言ってくれよ。よし、俺が手伝ってやろう。え、金さんが？大丈夫かよ、だいたいカゴなんて担いだことねえだろう。大丈夫だよ、ちゃんと教えてくれりゃ。よし、善は急げだ。
支度をしよう。まあそこまで言うなら仕方ねえか。カゴは、カゴ、おう、カゴはすぐにある。あ、あった。そんな初めてなのに大丈夫？大丈夫。おい、じゃあお前こっち持て。よし、行くぞ。おい、おい。貧乏くせえカゴ。貧乏くせって言うなよ、これおめ最新のエコカーだぞおめ。ちっちゃ。いや、ちっちゃいのはコンパクトカーだからしょうがないの。いやいやいや、もうおめこれ切ろう。ほら、まずは見た目が大事だからな。よし、これで気分も乗ってくるぜ。よし、いい、よし。それからこれも持って。よし、じゃあまずは練習からだ。お、練習ね。頑張って金さん。任せときな。おい、しもべ。おう、せーの、よいしょ、軽い。よし、練習するぞ、はい、せーの、えいえいえい。おい、なんで何にも言わねえんだよ。俺がえいって言ったらほだろうがい。ほう。いや、そういうんじゃなくて、あのよ、時代劇とかでよく見んだろ。ああ、時代劇見る。あれやれ。ああ、よし、もう一回いくぞ。うん、よしやろう。おい、はい、よいしょ、よいしょ、せーの、えい、ちゃんと確認する。しょうがねえ。もう一回練習すっか。よし。よし、もういい。はい。よいしょ。はい。行くぞ。せーの。えい。あ、今言ったな。ほ。えい。ほ。えい。ほ。気持ち悪い。なんだよ、なんかそんな微妙なまま。ダメだ、ダメだ。お前、向いてないわ。片付けよ、片付けよ。やっぱ歩いていこう、歩いていこう。いやいや、あの、なんだよ、これ、もうちょっとやらせてくれよな。いやいやいや、今、裏返すんじゃねえ。裏返すところ、アマゾンとか見えちゃうじゃないか。ほら、ひっくり返すんじゃねえよ。なんだアマゾンって。早く持ってこるぞ、お前、おちく。わけわかんない。急いで、急いで。これは、お松さんではありませんか。そちらのお二人を。え、ああ、私の知り合いで遊び人の金さんと籠屋のゴンザレス。ゴンザレス？ゴンザ。金さんが先生に占ってほしいって言うんですよ。あ、いや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 、近頃何をやってもついてなくて。お願いいたします。はいはい、よろしいですよ。それでは早速占って差し上げましょう。いやよ。どうこうしたんですかい？あなたは幼い頃に何か生き物を飼っていらっしゃいましたね。へい、もうとっくにいねえですが。うん、オーストラリアンラブラドゥードルを12匹。オーストラリアンラブラ、あのよ、誰だって子供の頃は虫とかカメとかオーストラリアンラブラドゥードルとか、まあ、何がしか飼ったことあるだろうよ。ね、そのオーストラリアラブラドゥールル。何ですか？オーストラリアラブラドゥールルのドゥードルだ、ドゥードル。不要は言えました？いや、オーストラリアラブラドゥードルの供養って言っても
どうしたらいいのか。それです、それです。そのオーストラリアンラブラドゥードルの霊が見えます。あなたに供養してほしいと訴えているのです。でも供養って言ってどうすりゃいいんですかい。はいはい、私に任せなさい。大丈夫ですよ。先生が特別に念を込めた壺がございます。その壺を部屋にお祭りすれば運気は向上するでしょう。おお、よかったわね銀さん。出た出た出た。どうせその壺べらぼうに高く売りつけようってんだよ。何ですと。ひどいことを。失礼でしょ。失礼なもんかい。なんだよあんな、インチキ占い言わせておけば。ボクセン先生に対してなんと無礼な。まあまあお待ちなさい。ではありません。この3日以内に死ぬでしょう。なんだって。先生一体どうすればいいんでしょう。信じないものは救えません。あなたもこんな人に関わっていたら運気が下がりますよ。そんな、ああ汚れてる、汚い汚い。こんな人のそばにいたら私まで汚れてしまうわ。トラさん、フさん、はいはい、行きましょう。はい、はい、ちょっとちょっと、ああ汚い汚い、シシ、ああくっさいくっさい、くっさい、いや匂いは関係ねえだろう。3日以内に死ぬなんて誰か信じるくってんだよ、まったく。私もう一度先生にお願いしてみる。あれ先生、おもちゃおもちゃ、なんてなんだ、インチキ誰が真珠買ってんだよな金さん。いやそうとも限らねえと思う。なんだよ金さんまで。いやいやこっちの話だよ。まあとにかく用心に越したことはねえ。何か妙なことがあったらすぐに知らせてくれ。力になるからよ。いや、やっぱり持つべきものは友達だね。恩に着るぜ。なんだよ。ソーシャルディスタンス。ソーシャルディスタンスって、ソーシャルディスタンスって2メートルだろ ?6 尺、6寸だろ。それってさ、カゴで持ったら前と後ろと前と後ろどっちなんだろう。もなんだ？夜です。え、夜？昼だったのに夕方すっ飛ばして夜になっちゃったの？黙れ、夜です。おお、ひなのの旦那。おお、かごやか。何持ってんだ？何よっておめえ、これや、ああ、いやいやいや、なんでもない。
なんで隠すんだ。隠してない。隠してない。拙者は急ぐんでな。なんだ、俺は、おい、おい。これさえあれば出番が増えるんですって。早く帰って神棚に飾ろう。なんでなんで、どいつもこいつも占いのことばっかり気にしていやがる。ゴンザレス、ゴンザレスじゃねっつってのゴンザ。37度5分。37度5分って俺さっき測ったら36度0だったじゃねえか。そもそも先生だもん。おやおや、あなたはまだ生きていたんですね。当たり前だ、てめえのインチキ占いが当たるかってんだよ。ところが当たるんですな、これが。なんだよ、言って、どういうことだい。こういうことだよ。おい、おお、これてめえらまさか。ピンポーン。そのまさかです。あなたに生きていられるとね、いろいろと不都合なんでね。ねえ、誰だあなたは。こんなことかと思ったぜ。おまっちゃん、ゴンザさん、ねえ、これは一体。見ての通りで。よい、てめえら一体何人その手にかけてきたんだい。トラさん、フクさん、へい。こうなったら仕方がない、3人まとめてやってしまいなさい。へい、でしょばりやがってこの遊び人さんよ。ジタバタするない。なに、この桜吹雪が。ちょっと待て、黙っちゃいねえぞ。いつもより長く脱いでおります。いいですね、続けます。この金さんの桜吹雪、見事散らせるもんなら散らしてみな。何を散らくせい。すいません、おとなしくしろ。すいません、やりやがったな。危うく殺されるところでした。なんだと？
その男が先生を殺そうとしたんです。手元の合図が動かぬ証拠、しかも2本も。貴様、いや、あ、いや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 、あ、違うんです、違うんです。はい、話を、お病床まで来い、聞いてください、話を、うん、聞き、うん、チェン、やっけ、あ、いたた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 、あ、やれやれ、一時はどうなるかと思いましたが、うまくいきましたね。えい、いや、しかし、あの遊び人のことが気にかかる。下手に証言されたら厄介ですね。何、たかが遊び人にお役人が耳を貸すわけがありません。はい、それよりも私たちが押し寄せて証人となり、あの籠屋を追い潰すことが肝心です。確かに。ボクちゃん、これはあるな、あ、お前、はい、お、だ大丈夫か。ああ、いたたたた、救急車、救急車って何だ。ピーポーピーポー、頭まで行かれちまったのか。おい、探せ、はいはいはい、ちょっと出番ですか。あ、まんまと牧船の罠にかかってしまった籠屋のゴンザ。その場に居合わせた目撃者はおまつちゃんと遊び人の金さんだけ。果たして籠屋のゴンザレスの運命はいかに。ゴンザね。ああ、そうか。いい、せーの、果たして籠屋のゴンザの運命はいかに。あらあら、せーのって言ってたよ。あとゴンザレスとかなんとか、あの子たちちょっと練習不足ね。それもそうよね、コロナのせいで全然稽古してないですもん。さてさて、こちらは北町奉行所でございます。お待たせいたしました。いよいよお裁きでございます。参りましょう。せーの。タケ、もういいから。ここは拙者のセリフだから。私この後セリフないんだよな。もういいんだよ。ちょっと。じゃあここで。運転官手伝ったから。お話でも一つ。いやいや、だからもういいよ。はい。OK。出ませーん。ここへ座りなさい。奉行遠山左衛門の嬢様ご出座。はこれより占い師暴行の一件につき宣議いたす。皆の者、表を上げい。はは。さてその方ら、占い師の浦部牧仙並びにその弟子虎福に相違ないか。はい、私が近頃評判の天才占い師浦部牧仙でございます。
私が弟子のカリスマ、トラでございます。私が弟子のプリマドンナ、フクでございます。余計なことは言わんでよい。占いの結果について、籠屋のゴンザと口論となり暴行を受けたとの訴えであるが、しかと相違ないか？はい、相違ございません。このゴンザは占いの結果に逆上し、合口を抜いて切りつけてきました。殺意があったに相違ございません。トラ、フク。はい。しかと相違ないか？はい、先生のおっしゃる通りで、おかげで先生はひどい傷を負われました。ご覧ください、この腹、腰、あ、特にひどいのが顔。顔は関係ないでしょ。次に籠屋のゴンザに尋ねる。はは、ただいまの浦部牧船の証言に相違ないか？いいえ、全くのデタラメにございます。そもそもあっしはこんなインチキ占いちっとも信じちゃおりません。それに殺されかけたのはあっしの方でございます。なんと、言うにこと書いて私たちに殺されそうになったですと？言わせておけば嘘800。その通りじゃねえかよ。静かにせんか。双方を控え。はは。平野。は。証人をこれ。は。出ません。はい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 、出番ですね、出番。お前じゃ。ああ。ま。おまっちゃん、そこへ座りなさい。はい。表を上げい。はは。証人を待つ。その方が知る限りをありてに申してみよう。牧泉先生がゴンザさんが3日以内に死ぬと予言しました。3日目の晩、私が見たのはトラさんとフクさんがゴンザさんに襲いかかるところだったんです。しかも私にまで。お奉行様、その2人はグルでございます。話を信じてはなりませんぞ。まったく恐ろしい娘だ。娘というにはちょっと年がいってるけど。何よ。まあ待て、ゴンザが生きておるということはつまり占いの予言が外れたということになるな。いや、それは私が必死になって祈りを捧げ死神を追い払ったから助かったのでございます。いわば私は命の恩人でございます。その通りでございます。それをそこの二人は先生のおかげで命が助かったものを。そんなことあるわけねえじゃねえかよ。静かに。双方の主張は平行線か。他に目撃者はおらんのか？お奉行様、目撃者ならおります。遊び人の金さんです。何？金さん。金さんが危ないところを助けてくれたんです。そうだ、お奉行様、その金さんでございますよ。その二人と結託して私たちを殺そうとしたのは。そうだ、遊び人の金さんだ。そうだ、遊び人の金さんだ。お奉行様、その遊び人の金さんとやらを処罰してくださいませ。何？金さんを処罰せよと申すか？はい、お奉行様、金さんに罪はありません。そうです、
殺されるのはそこの3人です。どらしゃい。目からビーン、口からファイヤー、とどめだ。あそこまで言うのならどうしてこの場に呼ばないのですか。その金さんとやらをねえ。なんて遊び人ですからね。どっかで遊んでるんじゃないですか。遊び人ですからね。停戦でも行ってるんじゃないですか。 UFO キャッチャーでもやってるんじゃないですか。プリクラで金さんフレームとかで持ってるんじゃないですか。そういうことなら私たちが呼んで差し上げましょうか。ええええ。さてどこのあたりにいますかね。金さん、金さん、金さん、月下水木金さん。やかしいや薬刀。黙って聞いてりゃ言いたい放題抜かしやがって。そんなに会いてえ金さんなら今すぐ会わせてやら。何ですと。日々の暮らしに追い立てられてぐっと開いた心の隙にここぞとばかりにつけ込んで明日の光を奪うとは、お天道さんが見逃してもこの桜吹雪が許さねえ。おう、目ん玉ひんむいてよく見ろい。この入れ墨はこの時の金さん。やいてめえら、この金さんの桜吹雪よもや見忘れたとは言わせねえよ。ちくしょう、しまえ。神妙にしろ。神妙。こうなったら私が相手だ。神妙にしろ。いやあ、もう神妙にしろ。役者が足りないんだよ。早く連れて行ってやれ。もうちょっとほらこっちよ、こっち離せ。こうなったら裏立ってあげよう。向こう3日以内に死ぬでしょう。お前がな。いや私は死にませんよ。まだ死ぬんだよ。まだまだ公演が続くんですよ。ほら今度片栗の湯だったな。でも呼べしないよお前。権座さんごめんなさい。
ゴンザさんの言う通りだった。さて、ゴンザにお待つ大義であった。ははー。いや、知らぬとは申せ。数々のご無礼、平にご容赦を。なんとお礼を申し上げてよいのやら。まあそんなに固くなりなさんな。奉行所の役人の中にも引っかかったのはいるぐらいだ。おう、平野。え？いや、そのはい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 、平野さんの大切なツボ。いや、面目ない。聞いた聞いた、ボクセンってインチキ占い師だったそうよ。聞いた聞いた、あんだけ信じてたのにバッカみてえだよな。ああ、もう少しで高い高い壺買わされるところだった。危ない危ない。あのさ、とっても素敵な壺があるんだけど、おすみさん欲しくない？負けとくからさ。冗談じゃないわよ。そんないかがわしい壺、誰が欲しがるものですか。漬物でもつけたら。じゃあ俺どうやって借金返せるんだよ。なあ、半額でいいからさ。知らないわよ、メルカリとかで売ったらいいんじゃないの。俺まだガラケーだからやり方わかんねえんだよ。ていうかそんなもんこの時代にあるわけねえだろ。待ってくれよ、待って。おまっちゃん。はい。占いが悪いとは言わねえが、ほどほどにな。自分の運命は自分で切り開くもんだと俺は思うぜ。ご迷惑おかけいたしました。まあ年頃だからな、ほえとこいい人見つけて落ち着いた方がいいと思うな。おう、どうだいそこのゴンザなんか。お似合いだと思うけどな。いやいやいや、冗談はやしてください。誰がこんな口の悪い息を振ると。私だってこんな裾の日暮らしの小汚い親父、ごめんだわ。何だと。何よ。ごめん。まあまあ、二人とも。あ、決めました。私、金さんのお嫁さんになります。おい、無茶言うなよ。何が無茶よ。自分の運命は自分で切り開くものよ。ね、金さん。いや、それは。で、金さんの気持ちはどうなんで。どうなの、金さん。おひょ。金さん。金さん。おひょ。金さん。金さん。おひょ。金さん。これにて一件落着。武蔵野座公園遠山の金さんにこんなにたくさんお越しいただきまして誠にありがとうございます。このお芝居、これまで一生懸命稽古をしてまいりました。まあ、途中初版の事情で、稽古場がしばらく使えなくなったり、いろいろ苦難もありましたが、なんとか頑張って、こうやって千秋楽までこぎつけたことを本当に皆様のおかげだと大変感謝して申し上げております。
本日はですね、わざわざ国分寺市の、市民劇団劇団ミミズクから森清樹さんも応援に、駆けつけてくださいました。そして国分寺よりさらに遠い中野区からもですね、ひとみ京子さんが応援に駆けつけてくださいました。ありがとうございます。かれこれ45年、正確には46年、劇団武蔵野座を続けて、来られましたのも、ここにいらっしゃるお一人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 の前で頑張ってる私の力でございます。冗談でございます。ちょっと綾小路きみまろの真似をしてみたかったんです、すいません。さあ冗談はさておき、皆様の本当のこうやって実際に運んでくださる皆様のおかげだと本当に心から感謝いたします。これからまた新しい作品に取り組んでいきたいと思いますので、これからも劇団武蔵野座を、ぜひ応援してくだされば嬉しいです。本日はいいですか、いいですか、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。終了いたします。お忘れ物のございませぬようご注意くださいませ。なお恒例のロビーでの出演者のお見送りは密を避けるために行いませんが、ぜひお手元のアンケート用紙にご意見ご感想役者へのメッセージなどいただければ次回への励みになりますので、ぜひご協力をお願いいたします。本日はご来場くださいまして誠にありがとうございました。お気をつけてお帰りください。